デカキン TV レディゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ。ということで、今日はモンストの超重心祭で、こちらのこの超強いと言われている卑弥呼が当たるということで、早速デカキンも挑戦してみたいと思います。ただ苦しいことをしてないと運っていうのは回ってこないと思うので、デスソース歯磨きをしながらシングルガチャで超重心祭を引いていきたいと思います。わわわわわわわあ、3、2、1。確定出た、すぐ確定出た。誰、徳川家康が出ました。ないな、誰、あ、見たことない。誰、幸福の王子、幸福じゃねえわ。あ、幸福の王子いらないよ。なんで幸福の王子また出てきたの、これ。次。やば、安倍の生命出た。酸っぱい。今のレモン酸っぱい。あと1回です。お願い、最後の1回で卑弥呼を当てたいと思います。幸福の王子いらないよ。お腹の周り皮下脂肪、鼻から上だけはヒカキン。ツイキャスで言われました、お前は音の出ない人。毎日楽しみにしてます、皆さんからのコメント欄。朝起きてみると書かれてた、お前は森に帰れよデブファキュー。